大事になってきますね、うん、はい、ご覧のメンバーで鹿島は今日臨みます。縦にアグレッシブなスタイル徹底しています。今前半の笛が鳴りました。まずはキムテヒョンが右サイドに長いボールを入れます。右サイドバックは長澤柴田張です。ボランチの知念、知念は右に開いている鈴木優馬、鈴木優馬のクロス、チャブリッチ落としてノーノだー。公式戦2000連発大卒ルーキーのノーノ、先手を取りました。鹿島アントラーズ1対0。点を先制できたというのは非常に大きいですね。大きいですね。さあ藤井です。藤井が来る、藤井が来る、藤井の左足だ。ナイスキーパー。長沼から菊池、ワンタッチで手塚、手塚のクロスに富樫、ナイスキーパー。まだある。長澤、ここで笛が鳴っています。サポートできるのでここですね。手塚選手からクロスですけど、うん、その前に菊池選手が間で受けているのでこうなるといいボールが入ってきますよね。はい、朝的には長澤選手もいるので、はい、チャンスはあると思いますね。今シーズン初出場の長澤柴田張もいます。中央です。長澤決めていくか。ヘディングシュートは早川ブロック。いや、ナイスキーパーですね。はい、手塚のボールニアサイド、トスがハンドをアピールしていますが動いている。不自然に止めた場合は PK となりますが PK です。止めた、ナイスキーパー早川。マルセロ・ヒアン PK 失敗。ヒアンが PK を決めることができませんでした。早川左手一本。そうですね、ヒアン選手もしっかり時間取って手塚です。長沼が裏を狙って裏に抜ける。長沼が来る、長沼どうする、長沼、長沼だ。ナイスキーパー。また止めた早川。富樫、富樫振り向いて手塚です。手塚のシュートフレディフェンス決まりました。手塚の左足リフレクションがあってゴールに吸い込まれます。トスが同点に追いつきました。1対1。一方のセットプレーに強い鹿島。さあここもファーサイド、マルセロ・ヒアン。手塚のコーナーキック合わせたブラジリア。ここで前半終了のホイッスルです。サガン鳥栖、このマルセロ・ヒアンのヘディングを持って逆転に成功しています。そうですね、諸岡選手は右ですかね。今の立ち位置を見るとそのようですね。今後半が始まりました。シープレーだと思いますね、うん、これで鳥栖の立ち位置がどうなるかですね。そうですね、中盤3枚にするのか、富樫選手を前に入れて。駅前不動産スタジアム大きな歓声。横山、横山の突破、横山のマイナスでマルセロ・ヒアンだ。追撃の3点目、ブラジリアン強津。ファーサイドを狙うノーノ、長沼が大きくクリアしていきます。結果はどうなるか。あ、PK。 あ、ハンドですか。ハンドを取りました。落ち着いて流し込み、鈴木優真。1点返しました鹿島アントラーズ。これで3対2。落ち着いてましたね。しっかりキーパーの手逆ですね、うん、マルセル・ヒアン。さあヒアンのチャンス、折り返した福田悪党。